はい、今回はですね、アイゾトープ社のこのスタッターエディットというプラグインを解説していきたいと思います。このスタッターエディットはですね、かなり飛び道具的な使い方ができて、まさにこうエレクトロのサウンドを作るのに非常に向いているかと思います。例えばなんですけども、今このサンプルのこの部分ですね、これに対してスタッターエディットをかけてみると、このようなブス切りサウンドだったりとか、今効果は非常に地味に作ってあるんですけども、こういう面白いサウンドを得ることができると。第1回目はですね、このプラグインの適用方法とですね、このプリセットに関して説明をしていきたいと思います。今こうお聞きいただいたものはですね、ギターを残して全てのパートをですね、このグループチャンネルにまとめています。そしてこのグループチャンネルにこのスタッターエディットをかけているといった形ですね。もちろんトラック単体ですね、ドラムだけだったりとかギターだけだったり、もしくはボーカルなんていうのもよく使用されますね。今回は効果がわかりやすいようにグループチャンネルにまとめてそれに適用していると。そして使い方は非常に簡単で、この適用したいトラックに対してこのスタッターエディットを立ち上げます。このコントロールをですね、MIDI で行います。ということでですね、MIDI トラックを別途こう作っていますね。この手順をちょっと一からやってみますと、まず MIDI トラックを作成します。これはですね、このスタッターエディットをコントロールするために使うといった形なので、まず作ります。ミディトラックをどこに流し込むかというところで、このスタッターエディットを選んでいくと、こちらになりますね。あとはですね、この効果を出したいところ、ミディを書いていけばいいといった形になります。試しにですね、ちょっとやってみましょうか。今ですね、こんな感じ。はい、このように適用されると。それではこの打ち込んだミディとこの効果の関連性について説明していきます。まずこうスタッターエディット立ち上げた状態ですと、デフォルトという形でですね、もうすでに効果が割り当てられています。ここをクリックするとですね、様々な効果がありまして、それでは今ですね、このカッツ&ジャンプスというものを選択してみましょう。こんな感じです。これでもうプリセットが切り替わってますね。このようにプリセットを切り替えたら何の鍵盤で何の効果が鳴らせるのか、これを選択していきます。クリックするとですね、こういった形ですね。この C4 には25番の効果が割り当てられていると。あとこれを見ながらですね、ミディを配置していくといった形なんですけども、例えば今のこのプリセットで、こう G3、そして E3 といった場合はこんな効果。はい。今演奏された最後の効果がここで表示されているのが分かっていただければと思いますね。ミディを動かしてもそれぞれの効果が出てくると。あとはですね、実際これは聞きながらですね、どういう効果がいいのかとか、どのぐらいの単位で、例えば1小節単位でこの効果が欲しいとか、もしくはここで切りたいなんていうのもできますね。このような効果を狙うことも可能となっています。実際に一から作っていきたいっていう方はですね、このプリセットをエンプティ。こんな感じでエンプティにしてしまえば、好きな鍵盤にですね、もういくらでもこうプリセットを割り当てることができると。もしくはこのプリセットを活かすということも可能ですね。今見ていただくと C4 のオクターブのですね、このあたりすべてエンプティになってますんで、ここに自ら作った効果を入れたいなんてことも可能です。D4 に関してはエンプティでしたので、このようにカラカラ始めることができると。次回からはですね、実際この中入っていきたいんですけども、最後にですね、気に入ったプリセットができた場合は、ここからセーブをしてですね、このようにテストとつければですね、他の曲だったりとかでもですね、この効果をすぐに呼び出すことができるといった形になります。今回はスタッターエディットの立ち上げとMIDIのコントロール、こちらについて解説してきました。次回はこのスタッターの効果についてですね、解説をしてみたいと思いますので、お楽しみにしていてください。それでは今回の動画はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。